永瀬美優ちゃんの楽屋の前です。どっかで聞いたような気がするんだけど。あるある、アブちゃんも会ったこと何回か。え、ありますよ、この番組で。しかも、誰？本日最初のアーティストは永瀬美優ちゃん。12月1日ゾーン結成から3年にして初のソロデビューを果たした彼女、ソロになってゾーンでは見られない激しいダンスを披露しています。なんだかとっても様になっているようですが、ダンスはあのゾーンデビュー前インディーズとかでやってた頃あったんですけど、その時歌とダンスのグループあったんですよ。え、そうなの？デビュー当時はギター持って踊ったりしたんですよ。いや、危ない、肘とかぶつかるでしょ。確実に顔とかもぶつかったんですけど。顔？他のメンバーのそのギターの、うん、ネックチがのとかが、うん、顔に当たったりしたことはありましたけど。それでも踊り続けたんだ。それでも踊り続けた。ぶつかってるね。実はですね、この番組が、はい、ゾーンのメンバーから応援メッセージをいただいております。はい、じゃーん。ゾーンのメンバーが明かす永瀬美優って〇〇なんです。ということで、いろいろ美優ちゃんについて聞いてまいりました。もうやだ。じゃあ舞子ちゃんから。はい、いきますよ。じゃじゃん、ズボラ。ミユは携帯が壊れているのに直さない。あの着メロを聞いたらあまりにもひどくてびっくりします。いきなり長所知ってるって言っといてズボラですよ、ね、長所じゃないですよ、ズボラって。本当だね。え、着メロ壊れたんですよ、携帯。音がピーとかピーとか今のはボンとかボンボン。何でとか。いや、なんかもう聞いたら気持ち悪くなってもう聞けなかったね、それ以来。ずっとマナーモードにしたんですよ。あ、そうなんだ。本当はそれぐらい気持ち悪くて。気持ち悪い。悲惨な音が出てた。呪われそうな音だったんですよ。さあ、じゃあ続いてはみずほちゃんです。はい。みずほちゃんによると、じゃじゃん、納豆フェチ。ミユは納豆フェチがあれば生きていける。体調を崩した時とか薬よりこれが一番効く。でも納豆ばかり食べているので口が臭くないか心配しております。しっかり歯磨きしてから歌ってね。やばいじゃん、やばいじゃん。臭くないですね。あれ、いい香りですね。うん、煮干しの匂い。納豆関係ない。煮干し食べてない。鼻おかしいでしょ、アブちゃんの。自分じゃないですか。あ、私か。あ、私か。アブちゃん、深夜で何やったらいいと思うんだよ。煮干しの匂い。やめなさい。さあ、そして最後、ともかちゃんによると、じゃん、アブちゃん。あらら、何が何が。ミュウはたまにアブちゃんさんの顔真似をするので見てやってください。真似は見ないと思うよ、全然。ちょっとなんかやってみてください。私？それの真似。どうも、アブちゃんミュウコです。なんか腹立つな。シワシワだから、だいたい。おでこおでこ。おでこ。痛い。おでこシワとか言わないだよ。じゃあこれやってじゃん。どうも、アブちゃんミュウです。じゃあ、いつも、あ、似てるかも。こんなままじゃないよ。でも気持ちは伝わるよ。なにこれ、これお化けじゃん。なんでなの。なんかな、ひょっとこ、ひょっとこ。いつもやってるアブちゃんの顔。うそー。何の顔。こんな顔してませんけど、私。ちょっとそう、白目向いてたよ、今。私白目向いてた。いや、向くでしょよ。向いたことありませんよ。向くでしょ。向きません。全然向きません。そうですか。全然向いたことありません。向いてるよ。アブちゃん向いてる、白目。やめて、もう次からもうこういうアブちゃん真似したらこういう感じしな。あ、そうそうそう。かわいい。そうそうそう。違うもんなんて。そうだよ。今日もずっと探してるの、あなたが残したぬくもりを思い出す、あなたの笑顔胸締めつける。 I gotta find you。
じゃ消せない願う言葉を失うもう一度スマイリーよい心が泣いてる降り続くこの白い雪のように伝わってゆく優しさだけがいつでもそばで温めてくれたあなたの右手つなぐぬくもりあの日の言葉忘れることさえできずに夢の中でももう一度声が聞きたい変わってゆく優しさだけがいつでもそばで温めてくれたあなたの右手つなぐぬくもり夢から覚めた思い出はそっと閉じ込め思い出はそう綺麗なままで眠らせて楽屋の前です。どっかで聞いたような気がするんだけど。あるある。アブちゃんも会ったこと何回か。えありますよ。この番組でしかも。え誰本日最初のアーティストは永瀬美優ちゃん。12月1日ゾーン結成から3年にして初のソロデビューを果たした彼女。ソロになってゾーンでは見られない激しいダンスを披露しています。なんだかとっても様になっているようですが、ダンスはあのゾーンデビュー前インディーズとかでやってた頃あったんですけど、その時歌とダンスのグループあったんですよ。え、そうなの？うん、デビュー当時はギター持って踊ったりしたんですよ。いや危ない、肘とかぶつかるでしょ。いや顔とかもぶつかっちゃうんですけど。顔？他のメンバーのそのギターの、うん、ネックチュアのとかが、うん、顔に当たったりしたことはありましたけど。それでも踊り続けたんだ。それでも踊り続けた。ぶつかってるけど。実はですね、この番組が、はい、ゾーンのメンバーから応援メッセージをいただいております。はい、じゃーん。ゾーンのメンバーが明かす永瀬美優って〇〇なんです。ということで、いろいろ美優ちゃんについて聞いてまいりました。もうやだ。じゃあ舞子ちゃんから。はい、はい、いきますよ。じゃじゃん。ズボラ。ミユは携帯が壊れているのに直さない。あの着メロを聞いたらあまりにもひどくてびっくりします。いきなり長所知ってるって言っといてズボラですよね。長所じゃないですよ。ズボラって本当だね。え、着メロ壊れたんですよ。携帯音がピーンとかピーンとか今のはボンとかボンボン何ボンとか。いやなんかもう聞いたら気持ち悪くなってもう聞けなかったね、それ以来。ずっとマナーモードにしたんですよ。あ、そうなんだ。本当はそれぐらい気持ち悪くて。気持ち悪い。悲惨な音が出てた。呪われそうな音だったんですよ。さあ、じゃあ続いてはみずほちゃんです。はい、みずほちゃんによると、じゃじゃん、納豆フェチ。ミユは納豆フェチがあれば生きていける。体調を崩した時とか薬よりこれが一番効く。でも納豆ばかり食べているので口が臭くないか心配しております。しっかり歯磨きしてから歌ってね。やばいよ、やばいじゃん。臭くないですね。あれ、いい香りですね。うん、煮干しの匂い。納豆関係ない。煮干し食べてない。それ鼻おかしいでしょ。自分じゃないですか。私か。私か。アブちゃん深夜で何やったらいいと思わないで。自分の匂い。やめな
ともかちゃんによるとじゃん、あぶちゃん、あら、何が何が、ね、ミュウはたまにあぶちゃんさんの顔真似をするので見てやってください。真似は見ないと思うよ全然。ちょっとやってみてください。私それの真似、どうも、あぶかみよこです。なんかバラたくなシワシワだから、だいたいおでこおでこおでこ痛い。おでこしわとか言わないのよ。じゃあこれやってじゃん。どうも、あぶかみほです。いつも、あ、似てるかも。こんな顔じゃないよ。気持ちは伝わるよ。なにこれ、これお化けじゃん。なんでなの。なんかな、ひょっとこ、ひょっとこ。いつもやってるあぶちゃんの顔まで。うそけど私白目向いてたよ今。私白目だったら向くでしょよ。向いたことありません。向くでしょ。向きません、全然向きません。そうですか。全然向いたことありません。向いてるよアブちゃん、向いてる白目。やめて、もう次からもうこういうアブちゃん真似したらこういう感じしな。あ、そうそうそう、かわいい、かわいい、そうそうそう、違うもんなんて。そうだよ。今日もずっと探してるの、あなたが残したぬくもりを思い出す、あなたの笑顔胸締めつける。 I gotta find you。 遠ざかる記憶の中で今溢れる泣いた目息、一人じゃ消せない、願う言葉 wishing、 もう一度 smiling、 弱い心が泣いてる。降り続くこの白い雪のように伝わってゆく優しさ、繋ぐぬくもり、あの日の言葉忘れることさえできずに、夢の中でももう一度声が聞きたい。白い雪のように伝わってゆく優しさ。